もう本当にそうしないとお前やばいぞと。へー、もうその日本のその なんていうのこうフィクサーたちからお前は狙われてるみたいな半分ぐらいだけど。そうですよ、それで捕まるわけよ。でそれよく分かった。いないよねっていうのが、はい、この時点で解消されたのよ。面白いやつがもう寄ってくるようになった。あいつおもろいからあいつのとこに行こうみたいな。うわ、なるほど。すっげえ面白いやつといっぱい知り合えたわけ。はい、来たと思って東京に来た意味を、まあ、ねですもんね。そう、しかもあの世界的にそうなったわけ、まあ、インターネットの世界だからさ。もう日本にとどまってなかったんですか、やっぱこのぐらいの時ので。こう書いてないけど、はい、俺この時にそのロケットの話とかも前からしてたのね、はい、あ、そうなんですね。俺あの将来あれなんだよ、ロケットの会社作ってさみたいな。宇宙ってことですよね。そう、はい、宇宙にみんなが行けるような社会を作りたいんだよとかって言って女の子口説いてたから手多分両手入れてね、こっちにこっちね両方に多分言ってたんですよね。言ってたら、そう言ってたんですよ。言ってたらそういうこう世界的な、例えばエクスプライズファンデーションっていう、はい、あの今でもあるんだけど、はい、その宇宙になんか人を送るみたいな団体があったりとかして、はい、そこの俺なんか理事とかもやってた、はい、知らなかった。でその時にイーロン・マスクとかと知り合ってるわけ。そうなんですか。今すごい有名なツイッターを買収したイーロン・マスクさん。同い年ですよね。いや1個上です。なんかこれ最近の動画でね、僕見ました。それそう、あの動画おもろかった。でもあの頃はあの頃はさ、イーロン・マスクまだ全然無名で。あ、そうなんですか。世界もだから知名度レベルでいうと俺の方が圧倒的に有名だったんだけど、はい、でもこうやってすげえなと思って、はい、もうだって自分で創業したペイパルって会社の創業者なのね。え、そうなんだ。そうなんだ。俺知らなかった。ペイパルってイーロン・マスクさんが作ったんですか。そうだよ。知らなかった。まあ、正確にはそのペイパルの前身の会社が2社あって、そのうちの片方の X.com っていうのの、あの、もともと彼だから最初に作った会社 X.com。 あ、そうなんだ。だからスペース X なんだけどね。なんかただすごいっていうのは漠然ね、俺ツイッター買収とかそういうトピックで知ってたけど、いや大体同じぐらいの頃に IT 企業作って、だからすぐ動画上げられたんですね。で、あのペイパルにペイパルを、はい、まあ、その X.com とある会社が合併してペイパルになって、はい、それを eBay って会社に売ったわけ、はい、まあ、eBay って言ったら日本でいうとヤフオクみたいなサービスやってる会社なんだけど、そこに売ってそのキャピタルゲインを得て、はい、テスラとスペース X を創業した。なるほど、勉強になりま す, そ, うります。それでだから彼はもともと IT 企業の経営者だから、だからツイッターとかも得意なわけ。なるほどなるほど。そうで彼なんかにも会ってたりとか、すごい。だから Google のさ創業者のラリーとかサージェとかとも会ってるし、この頃に。もうなんかそうそうたるメンツがいたわけ。もうなんか世界のすごいやつらとも知り合えて交流できてみたいな感じの、すげえやっと俺がやりたいことのスタートラインに立ったみたいな感じぐらいだった。これまで俺は私服の時を送ってたわけ。私服ってのはこう伏せって準備するみたいな。ここでじゃあね、もう花開いたわけですね。そう、正直あのモテないオタクのなんか陰キャみたいな感じだったわけよ、はい、俺の自分の自己認識はね、はい、やっと日の目を浴びたみたいな。すごい嬉しかった。なんだけど、はい、これからだな、やっとスタートラインに立ったな、頑張んなきゃと思って、はい、いたのが俺の自己認識なんだけど、はい、世間は違うじゃん。あ、さっきあのおっしゃられた通り、はい、キラキラじゃんみたいな、この経歴が、うん、キラキラに見えます僕は。 でも自分は全然キラキラじゃなくてドロドロなわけ。だからもう自己認識と他人の認識って全然、ね、世間の評価もうだから、はい、東大、まあ、中退したけど現役で東大合格して会社作って上場させて順風満帆みたいな、うん、何あいつみたいな。だって流行語大賞をノミネートしてますからね、新規参入って。だからその頃、うん、やばかったんだよ。だから周りの上の世代、俺より10から20ぐらい上の、はい、サラリーマンのおっさんたちはプシューってなってたんだ。この野郎って、出る杭は打つじゃないけどね。いやもうなんか何なのあいつみたいな、あんな金稼いでんのにまだ金稼ぎたいのかそんなに金が好きなのかでもまあお金は嫌いじゃないですよね、さすがにね。そんな、いや好きとか嫌いとかないよ。ないけど俺そんなこと別に考えてないからさ、はい、ああなるほど。俺がやりたいのはこういうことなんだみたいな。
今さ球界がどうなってるか、この時代からどう変わったか分かる？広島カープの売り上げは2004年の広島カープの売り上げいくらだと思う？野球好きだけど売り上げまでは、でもまあその入場者数は、来場はそのコロナ前まではずっと増え続けてたから、今よりは少な、ちょっと半分の2ぐらいなんじゃないかな。ちなみに2004年の広島カープの売り上げって60億なのね。え、少ねえって思っちゃった。でコロナ前2019年度の売り上げ190億ぐらいあるから、180何億とか3倍になった。市場が単純に3倍になったんですね。市場が単純に3倍になったんじゃなくて収益構造が変わったんですよ、はい。なんでそっか。じゃあ2004年の60億の売り上げのうち、はい、半分30億がテレビ局からもらう放映権料、はい、でチケット代15億グッズ15億とかそんな感じだった、はい。今グッズだけで80億ぐらい売ってるんだよ。グッズとかなんかその物販とかで、すごっ。放映権料15億え半分になってる。少ない。あ、そうテレビでもやってないですもんね。そう、昔はそう巨人戦だけ日本テレビが全試合中継してた、毎日やってましたよね、6時からで。広島のホームゲーム33試合とか多分あるんだけど、それ1試合1億で勝ってたから、その分が巨人戦分30億。なるほどね。だからセ・リーグの球団、パ・リーグはそんなんもうないから、はい、みんな大赤字だって、はい、でそんな近鉄なんか買って、何て言われたかっていうと、審査会とかで君の会社は赤字に耐えられるのかと、はい、それで楽天になっちゃったんだから。なるほどなるほど。要は年間何十億って赤字が出るけど、お前のところはその何十億って赤字を耐えられるのかと。いやいや、俺赤字になんないと思うんですよねって思ってたのね。僕ちょっと話の腰折っちゃって申し訳ないんですけど、近鉄バファローズ買って堀江さんはどうしようとしてたんですか？いや、だから今の話と一緒で、はい、要はビジネスモデルが変わると、はい、これまではテレビで中継してなんぼだったと、うん、だけどネットの時代が来たから、はい、で俺ソフトバンクホークスの前身福岡ダイヤホークス、はい、が地元だからさ、はい、どうなってんのか分かってたのよ。でそこを経営されてる高塚さんってもう亡くなられた社長さんがいて、はい、その人の話とかも聞いたの、はい、で、あ、もう完全に変わったなと思って、はい、球場に行くのにみんなメールとかで誘い合って行くようになってたわけ、はい、みんなあの携帯メールとかでやるようになったから当時、はいはい、だからそういう時代になるな。だからあの田舎の、田舎っていうかその福岡みたいな、はい、まあ、仙台でもいいんだけど、はい、そういう100万都市ぐらいの規模だったらみんなメールで、あ、今日の、 あのホークス戦行こうよとかって言ってフラッと行って、会社の仕事帰りとかにフラッと行って野球見て帰るみたいな人たちがめちゃくちゃ増えたの。今もそうですもんね。今はもう完全にそうです。そう、完全にそうですね。神宮とかさ、はい、すげえ人入ってんじゃん。もうサラリーマンが8時とかに来て酒飲んで、うん、そうそうね、そうそう、もうなんかどっちかっていうと野球見ながら居酒屋みたいな、そういう感じです。なんか贅沢だよねみたいな感じになってるから、はい、そうなるってもうパパッと分かったわけ。あ、その時からもう、もうそうなるなと。ええー。だからもうパリーグとかセリーグとか関係なく、はい、球場がエンタメ化していって美味しいものとか美味しい酒が売ってたら。もうそれでいいし、まあ、当時はそこまでは考えてなかったけど、もう野球って何がすごいかって物販が売れんのよ。まあグッズですよね。でさ、もうキャップとかさ、普段着じゃん。子供とかみんなあのジャイアンツの帽子とかかぶってんじゃん。かぶってましたね。ね、はい、だからああいうもう普段着だからさ、野球は、はい、だから売れんのよめちゃくちゃ。サッカーとかさ、キャップ一応売ってたりするけどさ、選手がまずキャップかぶってないから、だから売れないのよ。頭いいわ、堀江さん。サッカーって物販が全然ダメなの。確かにそうだわ。野球は物販がすっげえ売れるの。でコラボもニューエラとかとね、そう、ね、みんななんかいちいち買うじゃん。買う、うん、買うわ。無駄に買うのよみんな。ユニフォームもなんならちょっとおしゃれに着こなして応援しに行くみたいなね。そう、それもなんかホームとアウェーとまた別のカラーだったりするじゃん。そう、材質の違いとかで、ね、なんか、ね、値段ちょっと分けて、ニューモデルとかさ、はい、毎年出るしさ、全部買う、買ってる俺も。全部買うんだよファンは、はい。だから物販が鬼のように売り上げるわけ、はい、でもテレビなんかどうでもいいわけよ。もう今なんてネットでみんな見れるからさ、ダゾーンとかで見れるわけじゃん。そうっすね。だからもうサブスクなわけよ。だサブスクの放映権料と、でも球場が例えば広島のマツダスタジアムとかいつももう内野席とかもうチケット取れねえからさ、はい、パンパンですもんね。そう、チケット取れないからみんな年間シートとか、はい、プレミアムシートみたいなのがもう速完するわけ。買っちゃってますもんね。買っちゃってんの。席年間で買いますもんね。そう、ファンクラブ入って。そう、だからもうサブスクみたいなもんよ。なるほど。だから俺はもうこれは野球はもうめちゃくちゃ儲かるなと思ってたわけ、はい、
あでもビジネスとしてもうビジネスとしてだしかもよしかも俺はもうとにかく野球の最大のメリットは会社名を入れられることなんですよ。ね、冠つきますもんね。スポーツ新聞大体一面野球、はい、特設のページありますもんね真ん中ら辺に絶対。そうそうそう、であるじゃん普通の新聞でもあるじゃん、はい、あります。で絶対野球はそのスポーツニュースでやるじゃん毎日。やります。テレビで夕方とかね絶対やるじゃん。朝もやりますね。そうだからもうただで広告してるようなもんだから儲かるし広告もしてくれるし、もうすっげえ有名になるわけだって。オリックスなんか球団持つまで誰も知らなかったからね。すごい企業なのに。確かにオリックスってもともとオリエントリースって会社なんだけど、はい、全然無名だったわけ、はい、企業とか経営してるとコピー機のリースとかでオリックスとかってあるからみんな知ってたんだけど、はいはい、今みたいにレンタカーとかそんなやってないから当時は。あ、買ってからそうやって事業、うん、そう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 、そういうだから買って一般向けの知名度ついたからオリックスのレンタカーとかやってるわけ。なるほど。だからオリックスなんか本当無名だったけど球団持っただけでめちゃくちゃ知名度上がったからね。ソフトバンクもそうじゃん、はい、まあ、確かに認識したのはホークス。ソフトバンクは買ったの2006年だからさ、はい、でその後さ2005年のストーブリーグぐらいの時に買って、はい、ダイエーから買ったの、ね、で2006年に何買いますか。あのアメリカのボーダフォン買うでしょ。ボーダフォン買ってモバイルになるじゃん、はい、それでバーって携帯のしかもそこで iPhone なんか2年ぐらい多分独占してて、はい、球団と iPhone でソフトバンクって一気に上り詰めたじゃん。そっか、ソフトバンクってまだそっか15年ぐらいなんだ球団持って。ずいぶんね長いこと持ってるイメージだけど、うん、確かにここ最近ですよね。あれまああれも結局俺のあれを見て、うん、孫さんが球団買えっつって言った。孫正義より先に買おうとしてるじゃないですか。いやだって誰も気づいてなかったの、野球がネットの普及で野球が儲かるようになるっていうことに最初に気づいた俺だから。へえ、すごだ、すごいんだよ。でもそしたらそしたらマジですごくない？そしたら手を挙げただけで有名になったから、うん、みんな色めきたったわけ。やべえ、野球ってこんな強いんだと思った。なるほど、だからかその辺で野球は違うんだよ、レベルが違うから。すごい、メディアのことをすごく考えるのが好きで、はい、だからその後フジテレビ買おうとするわけですよ。2005年さんはフジテレビ買収されしようとして、まあ、失敗。日本放送は買ったの。日本放送までは買えたの。あ、そうそうでしたっけ。日本放送は 50% 以上買ったんで買収成功したんですよ。はい、でその後のフジテレビまで金が続かなかったっていう。近鉄の時はわ、堀江門すげえ、堀江康隆文って称賛されてたっておっしゃったじゃないですか、うん、フジテレビの時って結構、まあ、これで180度すさまじく叩かれてましたよね。すさまじかった、やばかった、やばかったっすよね。この時やばかった。僕もだって堀江さんのこと大嫌いでしたもん。 なんか洗脳されてメディアにだってわっていう悪者がいるっていう報道してたから、ずっとフジテレビを買おうとしてるとんでもない悪党がいるっていう報道してましたよね、これ日本中で。してた、してた。だから俺も大嫌いだったんだもん。なんか悪いやつだって勝手に思ってたんですよ本当に。今思えばでも別に買おうとして何が悪いのって感じじゃないですか。そうなんですよ。別に法律違反してるわけじゃないし。だからテレビって本当に怖いのよ。怖いよ本当にって思って、あの要は何をしようとしてたかっていうと、もともと日本放送ってラジオ局が最初に作られたんですよ、はい、でそのラジオ局の子会社としてフジテレビって作られたんですよ、はいはい、あ、元はそうなんですね。そう、あの1951年かな、日本放送ができたのは、はい、で日本放送は日経連っていう日本経団連の前身の経済団体が、はい、その当時なんか結構共産党とか その労働組合活動みたいなのがすごく盛んで、はい、であのそういう人たちに対抗するためにラジオを使って、はい、そのな牽制するっていうか、はい、あの資本主義をこう広めようみたいな、そのために作られたのが日本放送なんです。知らなかった。だから日本放送なわけじゃん。なるほど。なんかちょっと右翼っぽいじゃん、はい、名前がね。名前はそうですよね。でも そこの専務理事やってたあの人がいて、はい、あのその人が密かに株を買い集めてた。あ、そうなんですか。だから要は日経連と本当日本を代表する会社が共同出資して作った会社だからさ、はい、その会社が要はなんていうのこう、例えばトヨタ自動車みたいな、はい、そうい こう会社がちょっとずつ買ってるわけじゃん、はい、炭鉱の会社とか、うん、繊維の会社とか、はい、輸出あのもうあの輸入のすごい安い石炭が入ってきたり、はい、中国とかなんかそういう安いところに押されちゃって、はい、どんどんバタバタ潰れていくわけ、はい、それをこっそりその専務理事の人がおじさん買い集めてた、はい、
で気づいたら半分持ってたのその人株、でその社長とか追い出して自分が社長になったって、はい、だから実は日本放送って最初に乗っ取られた会社なの、もともと。あ、そうなんだ、知らなかった。そう、その当時 の, あの社長がまあまあその人が買ったの、はい、でその後文化放送ってあるじゃん、はい、文化放送って聖パウロ教会と大文社っていう出版社が作った会社のね、はい、宗教のプロパガンダ放送と深夜のなんか学習ラジオみたいな大学講座とかなんかそういうのやってるラジオ局なの、もともとは文化放送。あ、知らなかった。でその会社が共同出資して作ったのがフジテレビ。あ、そうなんだ。3分の2がフジテレビ、3分の1が文化放送みたいな会社なのね、はい、1970年ぐらいに作られて、はい、その会社がですね、要はその社長一族がいたんだけど、はい、その社長一族はその日経連の企業からその乗っ取ったわけよ、自分でね、はい、会社を、はい、でフジテレビも子会社じゃん、うん、実質的に、はい、であと産経新聞って新聞社も買収して、はい、もう新聞とテレビとラジオを持ってる一大メディアグループになった。すごっ、はい、で息子の、息子に継がせたわけ社長、うん、でその人がフジテレビの中高の祖って言われてて、はい、面白くなければテレビじゃないっていう言葉を生み出した人で、はい、でその頃までって母と子のフジテレビだったのね。あ、そうだったんだ。そうできた当初はちょっと教育っぽい感じの、うん、だからポンキッキーズとかさやってましたよね。あとあのサザエさんとか、はい、看板番組じゃん今でも、はい、それはだから母とのこのフジテレビっぽいじゃん、なんか、まあ、確かにその、ね、タイトル通りというか。でも、うん、そのハルコさんって息子になってから、まあ、これからはカルチャー路線っつって、それでなんか俺たちひょうきん族とか、だからバラエティーに、そう俺たちひょうきん族笑っていいともみたいな番組がその当時できたわけ。へえ。その時のだから活躍してたのはビートたけしさんとか、はい、タモリさんとか、はい、所ジョージさんとかなわけ。今もなおね、今もなお大御所として第一線だけど、うん、はい、その頃にフジテレビの路線ってバーッと変わったわけで、お台場にあの球体にね、球体のやつを作ったりとかして、うん、はい、これからお台場盛り上げるぞみたいな感じだったの、はい、でその時にその2代目の社長が死んじゃうわけ、2代目って3代目ぐらいだけど、はい、急死しちゃって、はい、でそのまあそこの娘婿の人が会社を継ぐんだけど、その後ろ盾の親父も死んじゃって、はい、で今相談役取締役相談役ってやってる日枝さんっていう、まあ人がいるわけですよ、はい、で日枝久志が追い出すわけです、はい、その人取締役会で、はい、だクーデターを起こすわけ、だから2回乗っ取られた会社だから、はい、だから俺に乗っ取られそうになるわけ。いやそういう会社なんだよ。そうか、だからあもう元々そういった争いっていうか、その会社のなんか所有権みたいなので、うん、だけど日枝さんっていう人は、うん、フジテレビの人なんだよ。ヒエダさんはメガネかけた方ですよね。うん、そう。で、ヒエダさんっていうのはフジテレビの生え抜きなわけ。はい。元々フジテレビのローソンの書記長やってたのもんな。へえ。で、その後その組合だったからね。はい。こいつはやばいっつって、はい、その社長が一本釣りして、うん、秘書室長みたいなやつだっけ。社長室長かな。はい。でやって、当時はその追い出す時フジテレビの社長になってたのね。はい。で、その娘婿を追い出すわけ。はいはい、クーデター起こして、はい、でそのでもその要は日本放送の株半分持ってたわけじゃん、そこの一族は、はい、でも親父も死んで弟死んだけど、うん、要はその一族何人か兄弟いるから、はい、そこに株が分散されて持ってるわけじゃん、はいはい、そこの一族に株の支配権って負けるわけですよね、まあ、だし日本放送の人じゃないじゃん、うん、日枝さんは、はい、で親会社じゃん、はい、でも一番稼いでるのフジテレビ。フジテレビですよね。だからフジテレビがの親子関係を変えようとしたのね。あ、フジテレビを上にして、そう日本放送を。でもそれは容易ならざることなのよ、うん、いろいろ会社法の慣れとかがあって、聞いたことないですもんね。例えば親会社が、日本放送の株をフジテレビがいくら持ってても親会社だから、はい、議決権がないのよ、はい、あ、そうなんですね。だから日本放送の株を いくら買っても、うん、それはフジテレビの議決権ないから、はい、何にも意味がないわけ、はい、みたいなのがあって、はい、いろんなルールがあって、はい、それを解消するために日本放送をまず上場させて、はい、フジテレビを上場させて、その乗っ取り一族の株をどんどん薄めていくわけ。なるほど。とかっていう、もう経営の本質とは全く関係ない、その自分の支配権を上げるためのいろんな工作をやってたわけ、はい、
でその最終処理段階のもう最終局面になった時に村上ファンドが入ってきたわけ。懐かしいとこ言っちゃった。村上ファンド、さあ村上ファンドがライブドア村上ファンドですよ。で邪魔を しようとして、はい、それでそれでうちに一緒に買おうとかって言うわけよ村上ファンドが。でも途中ではしご外すんだけどね、はいはい、だ会う人も超ひどい人で、はい、だって今もうなくなっちゃいましたもん。いやいやいや、あ村上ファンドはないよ。ですよね、村上ファンドなくなっちゃいましたね、うん、でも村上さんいるからさ。あ、まあ、もちろん、はい、で要はひどくない？買おうぜ買おうぜって言ってきたんですよね。でもうちに買おうぜ買おうぜって言ってきたのに、はい、途中で はしご外してもう全部売っちゃったよとか、みたいな。だからもう俺はでも村上さんってそういう人だってなんとなく思ってたからよかったけどうちのね幹部たちは許せねえ村上みたいになってたもんね。なんなのあいつ。しかもそれしたことによって村上ファンドっていい会社だなみたいな空気流れませんでした？なんかさ、堀江さんはまだ戦ってる、ねね、なんか、ね、いやうちはもう手引きますよみたいな、うん、で俺村上ファンドいいやつだと思ったもんその当時、うん、18ぐらいで、うん、ライブドア開く村上ファンドはちゃんと正義の心があるんだみたいな報道されてたの本当にずっと。で、まあ、そんな感じのことになり、はい、で俺たちだから そこが結構でかかったっけ。日本放送の株を半分買うのに1000億ぐらい必要だったっけ。半々で買ったら500億ずつで、あ足りるじゃん、はい、2社だったら、まあ、一応800億ぐらい持ってたから、はい、それでなんとかなる予定だったっけ。じっくり次はフジテレビっていう、はい、うん、でフジテレビの株を日本放送が当時 30% ぐらい持ってたのかな、はい、25% か 30% ぐらい持ってたから、その辺をじゃあこれから資金調達して頑張っていこうみたいなことを言ってた、うん、そしたら突然はしご外して俺たちで全部買わなきゃいけなくなっちゃって、うん、1000億使っちゃったわけ、はい、だ金なくなるじゃん、はい、でもうフジテレビはどんどん圧力かけてくるわけ、はい、でそうですね、でそういろんなもう、うん、当時すごかったよ圧力のかけ方。もちろんテレビであいつは悪の巣窟だみたいなこともずっと言うし、うん、あとなんかねこれはあの NHK 党の立花隆さんから聞いたんだけど、はい、当時彼は NHK にいて、はい、であのエビジョンイルって言われた海老沢勝司さんって当時の NHK の会長とかの話を聞いてるわけ、はい、で海老沢勝司と日枝久志はめちゃくちゃ仲が悪いわけ。悪いんですか？ NHK とフジテレビって仲悪いわけそうなんだ。そう、はい、やっぱフジテレビは民放の優みたいな感じだし、うん、NHK は NHK でこうねでかいじゃん、うん、だからもうバチバチだったわけ、はい、2人は。だけど俺に対してはもう五越同州だみたいなそんな悪いやつ仲悪いのに、ね、仲悪いのに、ね、共通の敵は一緒に倒す。いつも悪口を言っていた比叡だと手を組んだって言ってすごくないですか、そことそこ組ませるって。逆にだからもうなんか共通テレビ共通の敵みたいになっちゃって、うん、だからもうテレビのネガティブキャンペーンすごいし、うん、そのタレントに対する圧力もすごいし、はい、もう堀江の悪口言わなかったら使わねえからなみたいな、うん、で日本放送はもう買収しちゃったからさ、はい、もう日本放送には出ないとかなんかよくわかんないことを言うタレントさんとかもいっぱいいて、大変だったんだから。でそれだけじゃなくて、まあ、それだけだったらまあただネガティブキャンペーンだからいいんだけど、はい、今度はお金の方を占めてくるわけよ。例えば、はい、まあ、銀行から借り入れとかはしてなかったのね、うちは、はい、あの儲かってたから、はい、いいんだけど、そうじゃなくて例えばリースとかしてるわけよ、はい、コピー機とかさ、コンピューターとかのリースとかしてんだけど、はい、そのリースとか止めるのよ、リースの更新をしないとか。あ、その息のかかった会社さんがもう、いやもう普通のだからオリックスみたいな会社が、まあオリックスはほら球団つながりでさ、はい、宮内さんって会長と鍋さんも仲いいから、はい、もう貸すなみたいな。やばい。じゃあもうテレビ業界だけじゃなくて日本の企業が堀江さんを殺しに行ってる、俺を殺しに行ってるわけでその時のイメージがあるから、日本 VS その堀江もみたいな、本当にそうでしたよね。そうだからもうそんな感じになったからさ、はい、やばいねっつって、はい、でまた村上ファンドが金貸すよとか言うわけ、はい、100億ぐらいでいいかとか、はい、でも村上さん金貸すって言ってますけどみたいな感じで取締役会で、でも取締役会は賃貸ムードで、うん、もうなんか本業がさ痛手を受けてるわけじゃん、はい、でなんか大変、金がねえから何もできねえみたいな感じになっちゃって、はい、もうなんかフジテレビの買収はやめようってなった。
もう辞めなかったら社長クビにするぐらいのこと言われて、あ、そうなんだ。でどうしようってなって、まあ、で辞めたのよ、はい、辞めてその和解をするみたいな感じになって、最終的にフジテレビから440億出資を受けて、はい、1000億分のその日本保存株はフジテレビに売るっていう。へえ。いきなり1400億入ってきたの会社に。はい、とてつもない額ですよね。とてつもない額じゃん、はい、また儲かり出すわけ。すごっ。だからその時に言われたのが、なんか突然フィクサーみたいなのが来たわけ、はい、アラビア太郎の息子ってやつが来て何者なんですかその人は知らないと思うけど、はい、まあ、アラビア太郎は元 旧満州太郎って言われてて、はい、日本があの占領してたというか傀儡国家 あの中国東北部にあった満州国で一儲けした満州太郎っておじさんがいたわけ、はい、でうまいこと満州をがもうね、あの中国にっていうか戦争負ける末期にお金をもう持って逃げて、はい、その元手にしてサウジアラビアに飛ぶわけ。へー。でサウジアラビアのもう教科書にも載ってるんだけど、世界最大の海底油田、はい、カフジ油田っていうのがあるの、はい、サウジアラビア沖に。サウジって、まあ、油田めちゃくちゃ世界最大の油田があるわけ、うん、それを掘り当てた。すごっ。そう、満州で儲けた金を投入して、はい、でサウジアラビアから採掘権を買って、はい、でアラビア石油って会社を作って、はい、でその半分の権利を持ってたわけ、はい、そんな人も爆儲かりしてる超金持ちがいて、はいはい、その息子がいきなり来たんですか。いきなり来た。堀江さんっつって、そのなんか証券会社経由で、はい、なんか俺が比叡だと仲直りさせてやるぐらいおこんな人やっぱいるんだ本当にそれであれ仲直りしたんですか。仲直り、いやいや全然関係ないんだけど、はい、まあ、正木ジョージさんって人なんだけど、もう亡くなられたんだけど、はい、あのその人が言ってきたのは、堀江さん悪いこと言わないから買った値段で売りなさいと、そうしないと大変なことになるぞと。ああ、なるほど。なんか色なんていうか、ちょっと目先の欲にあれすんなよと。じゃなくて、もう本当にそうしないとお前やばいぞと。へ、もうその日本のそのなんていうの、こうフィクサーたちからお前は狙われてるみたいなそんな漫画みたいな。いやマジで言われて、はい、だってお前知ってるだろうと、昔孫正義がテレビ朝日買おうとしただろうと。知らなかった。買おうとしたのよ、はい、さらに俺よりも15年ぐらい前に、はい、テレビ朝日の株を 20% 買って、はい、ルパート・マードックってまだ生きてる人なんだけど、アメリカの、はい、まあ、メディアを FOX ニュースとか、はいはい、分かります。あの辺をやってるテレビ局とか、はい、いろんなメディアを持って、スカイっていうあの衛星放送の会社とか、はい、持ってるやつがいるのよ、はい、もうそいつ今会ったことあるんだけど俺そうなんですね。いやいや、だってなんかニューヨークで、はい、そこの傘下の新聞かな、はい、の編集長がボスがお前に会いたがってるからってなんかニューヨークまで行ったもん。わざわざ会いに行ったんですね。でなんか、あ、でもその時の関係があったから、その後ライブドア事件でさ、会社を売ったりとかする中で、そのニューズコーポレーションで彼の会社も買ってくれたりとかしてたから、まあそれはいいんだけど、はい、いや何が言いたいかっていうと、孫正義とルパート・マードックが組んで、はい、テレビ朝日を買おうとしたのよ、はい、でも買った値段で売ってたの。あ、買収を断念して。同じだじゃん。だから多分同じことが起きてんだよ。で実は楽天の三木谷さんも TBS を買おうとしたじゃん、はい、みんな同じじゃん。で TBS の株30何パーセント買ったんだけど、はい、買った値段で売ったからね。だから買った値段で売らないとお前ら許せないぞみたいな。でも俺たちは440億もらっちゃったから、はい、それで恨まれたね。おめえ儲けやがってみたいな。ぬすっとに追いせんかみたいな。あの彼らの感覚からするとね。なるほど。あ、そういうことで恨み買うぞみたいな。恨み買うぞって言われて、はい、それで分かったよ。でもその後捕まるわけじゃん。そう、まだもう、まあ、全然半分ぐらいだけど。そうですよ、それで捕まるわけよ。でそれよく分かったの最近さ、はい、検事長かなんか、東京高検の検事長、黒川さんって人が賭け麻雀で捕まったじゃん。天品かなんかでとか、ね、そう、うん、あの時のメンツとか知ってる？なんか読売新聞の人とかフジテレビの人とかだったじゃん、はいはい、でしょ、テレビ局とか新聞社の人と麻雀やってるわけよ、はい、もうそのシーン想像できるじゃん。まあできます。悪い、なんかポンとかって言いながら、あのさ、ホリエモンってさ、ムカつくんだけどさ、なんかネタないの？とかって検事長とか聞くわけよ、はい、フジテレビの人がロンとかっていやそれは多分あれですよ、
いいネタ刺したよ。なるほど。まあね。でもね、泣きにしもあらず。いや違う。違う。それはなんで俺がそれをこれなんでこんな信憑性のある話をしてるかっていうと、はい、俺 TBS の人に聞いたのよ。あ、そうなんですか。そうで、なんでかっていうと TBS は楽天に買収されそうになったわけよ、はい、それで TBS のもう人は三木谷さんのとにかくスキャンダルを探せみたいに、あいつを追い落とせみたいな、失脚させろみたいな、そう、でもなんか下ネタから何から全部集めてたんだって。最近ガーシーに暴露されてましたね。結構ひでえ暴露されてましたよね。あれだってなんか秘書室の人とかがガーシーにネタ提供してるらしいから、ね、そうで最近結構窮地に追い込まれてるから、はい、なんか最近なんか社内でありがとうとか言うんだって、はい、三木谷さんが。あ、もう誰が敵か分かんないから。いや、なんかついに感謝の言葉を覚えましたねみたいな話になってらしくて。それは別にそうなんだ。いや、でも本当になんか部下に対してはめっちゃ厳しいらしいのよ、はい、ああ、まあ、そのなんか経営者ってそうなんだ。なんかちゃんね、こういうことしてくれてありがとうとか絶対言わない人なんだって、うん、それが最近言うようになって気持ち悪いんですけど。らしい。まあ、それはどうでもいい話なんだけど、あ、だけど本当に TBS の人は、はい、その要は記者の名刺を持って、はい、いろんなとこに取材に行くわけよ、はい、取材と称して三木谷さんのそのなるほどネタをつかみに、そう、ネガティブネタをつかみに行ってるわけよ、うん、でもさ、テレビ局から取材来たらさペラペラ喋っちゃうじゃん。まあ喋っちゃう人もいますね。わ、テレビ局から取材来たとかっつって、はい、知ってるネタをね、喜んで知ってるネタをペラ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 喋るわけよ、はい、そういう仕事をしてた人が、はい、だから編成局って、はい、実はその CIA みたいな人たちがいるのよ、テレビ局。へえ。だからその編成局と言いながら別に番組編成にも関わってなく、はい、取材をしてるわけでもないんだけど、そのトップシークレットネタを垂れ込み屋みたいな、はい、その週刊誌の取材みたいなやってる人がいるのよ。へー。その人が一番エリートなわけ、はい、一番高級取りでエリートなのよ。それが TBS にもいたってことは、うん、俺担当もいたわけじゃん、フジテレビに、まあ、絶対いたでしょうね。そう、この時期で、そいつらがうちの辞めた幹部社員とかにヒアリングに行ってたんだ。あ、堀江貴文のなんかネタ教えて、ネガティブネタないっすかみたいな、はい、で一人だけ引っかかって、はい、そいつが垂れ込む。へえ。でもね、そいつはそうだと思ってなかったっぽくて、はい、だからそいつの入り口のどうしようもないネタから始まってるの、事件。そっから芋づる、なんか芋づる式にみたいな、芋づる式に出てくんだろうと、うん、あいつは危ない橋渡ってんだろうと、うん、金の亡者だろうっていう感じで、うん、わーってやったんだけど、はい、あんまりなくてみたいな、はい、でももうね、そういう雰囲気だったから、はい、あいつはもう何でもいいみたいな、とにかく叩けみたいな。で、まあ、34歳証券取引法違反逮捕。そうだから大変だった。もうここであいつをもう潰せみたいな、うん、僕もやっぱこれぐらいの時期はもう本当に覚えてるけど、ただそんなに悲しそうじゃなかったイメージがあるんですよ、なんか。その逮捕周辺の堀江さんだって懲役2年6ヶ月の実刑判決出てるんですよ、即日控訴してるけど、うん、で裁判中じゃないですか。でツイッターと YouTube とニコニコ解説してるんですよ。結構そういう人俺は会ったことないっていうか、あ、だってね、実刑判決受けたらもう世には出ない方がいい、身を隠したくなるじゃないですか普通。何露出始めてるんですよ、しっかりここで。でもまあ結果として発信した方がいいっていうのはあるのよ、やっぱり。あ、そうなんですか。だから今は YouTube とかあんじゃん。はい、あります。だから YouTube とかあったらよかったよね。あ、まあ、まだ当時ニコニコ動画もなかったから。言ってそうですもんね、この2009年ぐらいですもんね、そういうのが。だって Twitter も Facebook もなかったんだよ。あ、まあ、そっか。俺が捕まった時はまだブログとかしかなかった。だってブログって言葉作ったの堀江さんですもんね、ウェブログ。別にそういうわけでもないけど、普及させたの、日本で普及させたのそうだし、俺のブログが一番 PV あったから、ね、ですよね。ブログ見てたわ、うん、そうだ、ブログぐらいなんだよやっぱり。今みたいにスマホでみんなが YouTube 見るとか、はい、Twitter 見るみたいな時代じゃないじゃん、はい、だからやっぱテレビに発信力負けてたよね。ああ、なるほど。だからもうテレビが叩いたらもうテレビ一色みたいな感じで、ネットとかもう今だったらさ YouTube で死ぬほど自分の主張ができるわけじゃん。できますね、言いたいこと言えますもんね。言いたいこと言えるじゃん、法律さえね。そう、しかもさ、なんか YouTube とかのいいところは外人じゃん、うん、だから日本人手出せないじゃん。出せないですね、うん、よっぽどのことしない限りは、うん、まあ、ガーシーは潰されてるけどね。
まあでも仕方ないっちゃ仕方ないじゃないですか。まあでもさ、ガーシーはさ、やっぱ三木谷さんのネタ、まあね、そっからやり始めてからバンされるようになったからね。僕本当にそんな何も知らないですけど、やっぱね、なんか圧力があったのかなと勝手に思っちゃってますけどね。俺は忖度だと思うよ。ああ、そう、 Google の、だって Google ジャパンの一番の広告主って楽天だから、楽天そうね、確かに、うん、で、まあごめんなさい、時間もないからちょっと、ね、はい、小橋になっちゃいますけど、で僕好きなの、好きなの、もうこれはこれは言っときたいと思う。何でもいいですか。うん、何でもいいよ。あ、俺あのちょっとまあ飛ばして、2021年プロ野球独立リーグ、うん、チーム設立、これもう素晴らしい、うん、僕超応援してる。と同時にひろゆきと絶縁。じゃ僕聞いてください。俺あのね、うん、僕常日頃から僕の視聴者さんに言ってるんですよ。ホリエモン、西村、ひろゆき、大吾の言うことは絶対聞くなって言ってるんですよ。この3人ってやっぱ頭いいから、あの人たちの真似なんかできない。堀江さんもね、よく働かなくていいじゃん、なんで働いてんだよとおっしゃるけど、やっぱなかなか そういうのって実現するの難しいと思うんですよ、我々の、ね、一般的な価値観としては。でやっぱホリエモン、西村、ひろゆき、大吾って俺の中でこの豪華、ね、インターネット豪華3点セットのうちの一人と喧嘩しちゃったから、まあ主にひろゆきの嫁が嫌なんですよ。それよく言うけど、ひろゆきさん自体は超嫌いってわけじゃないんですか。ほら好きなんじゃん。ほら、いや好きじゃない。好きか嫌いかっていうと別にどっちでもないが、はい、嫁がうざいって言うんすよ、うん、で俺だからひろゆきさんとこの前ね、そのご一緒して対談した時に、ね、ひろゆきさん、ホリエモンとひろゆきさん絡んでないの寂しいよって言ったら、僕は嫌いじゃないけど、ホリエさんが僕のこと嫌いなんですよって言ってたから、そんなことない。それで余計なこと言うからでしょ。確かに確かにそうだけど、やっぱその二人ってね、まあ、喧嘩してる今は思うけど、まあ、しょうがないじゃん。もうだってさ、俺に得は結局ないからさ、大して。いやでもやっぱおもろいっすよ、堀江さんが東京に出てきた理由の一つとして。おもろい人ないの。いや、ピロフレイさんぶっちがおもろくないですか。いやいや、生産性がないから。確かにないかもしれない。俺なんかさ、なんか分かんないけど、はい、非生産的なことをずっとやるのは嫌なんですよ。あ、まあ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 ね、うん、でさ、その生産的なことを小バカにするっていうか、車に構えてみるのってあんまり良くないなと思ってるから、はい、でもさ、そういう人たちの支持を集めちゃうじゃん。集めます、あの人は、うんうん、だからそれは困るよねっていう、まあ、要は一生懸命頑張ってる人たちを応援したいっていう俺はスタンスだから。あ、そういうの、確かにそういうの小バカにするやつはやっぱダメなんだよ、はい、それ良くないわけ。だから別にさ、それはさ、俺が一人頑張ったところで、はい、大したことないと思うけど、その力は、ね、いやいや、そんなことないです、やっぱ絶大なるね、うん、だなので、まあ、それに関しては、あ、それはもう二度と絡まんどこうと。あ、そういうことなんですね。じゃあ収監される時のひろゆきの映画も見れないんですね、ホリエモンの隣になんかニコニコしながら、やっぱいいなって、いいコンビだなと思ってます。いやいや、だからそれは違うの。だから世の中の人たちは、はい、そういう風に見るじゃん。見ます見ます。だけど俺は別にさ、何の得もないから。確かにね、うん、世の中の人たちは面白いかもしれませんが、はい、ちょっと嫌なんですよ。なるほどね、うん、まあそれは僕がね、押し付けるわけにいかないんで、うん、どうなんだろうっていうのをお聞きしたかったんで、うん、あと最後いいっすか、うん、一番おもろかったっていうか、怒られちゃうけど、寿司職人で何年も修行するやつはバカ発言で炎上、これ僕知らなかったんだけど、これどういう意図なんですかこれ。いや、これ本当にこれは真面目な話で、真面目な話として、はい、なんで寿司屋って修行しなきゃいけない、うん、10年しますからね。10年って10年修行って何を覚えんの。ああ、まあ、ちょっと想像してみ、寿司を作るのに何が必要か、まあ、ご飯を炊いて酢飯を作り、まあ、お魚、ネタ、海苔とか、うん、ネタ、はい、ネタは魚をさばき、はい、ネタにして、うん、ちょっとなんか料理とかして、はい、握って出すでしょ、はい、それにどこに10年かやっぱ芯食ったら人間って怒るんだわ。って言われたら、俺も炎上するからそうっすよねって言えないけど。でそれは俺10年かかるシステムっていうのはみんなそうなんだけど、
そう、弁護士とか、あ、まあね、医者とか、弁護士の話と一緒で、はい、弁護士ってさ、司法試験でしか弁護士になれなかったわけ昔は、はい、だけど今法科大学院とか卒業して、はい、で試験とか結構免除になるわけよ、だから弁護士の数増えたわけよめちゃくちゃ、はい、そしたら弁護士の給料が平均給料下がったわけって言ってますよね、はい、それだから本当はそういう資格商売って資格をこう人数を絞らないと希少価値が出てこないわけ、うん、はい、で寿司職人も同じで10年かかるってまず言う、もう世の中の認識パッと出てきましたもんね、10年かかる、うん、10年かかるってみんな言うじゃん、はい、かかるわけないのにで最初の3年は確かにそう思えてきた俺も、うん、最初の3年はだってさ、卵焼きを作るのに2年かかるんだよ確かにおかしいかもしれない、おかしくない、おかしいかもしれない、卵焼きなんかさ、そっち寄りになってきたわ、さ卵焼き屋で買ってくれよ確かにうまい卵焼きのせればいい、テリー伊藤さんの実家のさ卵焼き屋で買えばいいじゃん、はい、全然うまいよあの卵焼き、はい、で築地の卵焼きの値段ってみんな変わんないのよ、はい、でそんな高くないのよしかも、はい、あんなの別に卵焼きなんか焼けなくてもいいわけ確かにね、買ってくればいいんだから確かに、ガリなんかみんな買ってきてるからね、寿司屋のガリって美味しい、一番美味しいガリは築地に売ってるガリだから、あ、そうなんですか、なんかさ自分で作ってるガリとかあるけどさ、あ、たまに、ありますね、あんま美味しくないからね、ちょっと特徴あるけど、はい、でもあの築地に売ってる一般的なガリの方が美味しいやと思うじゃん、まあ確かに思いますね、そうだからもうガリとか鶏とか全部買い物なわけ、はい、でなんなら魚の切り身も魚屋さん行ったらやってくれんのよ、はい、だから切り身なんかできなくていいわけ、はい、のっけるあとだから残ったら乗っけるだけじゃん、はい、これね一番うまい乗っけんのがうまい寿司屋は回転寿司屋、はい、回転寿司で1ヶ月ずっと握ってたら、はい、だってさ有名な店なんかさ1日10人とかしかさ客取らないわけじゃん、まあね個室だし、だからそしたら1人さ 10貫とか 20貫食ったとしてもさ200個しか握んないわけじゃん、はい、そんなもう大将握ったら終わりじゃん、まあ、弟子なんか握らせてくれるわけないじゃん、ね、そんなの、はい、見てるだけになっちゃいますね、見てるだけでうまくなるわけないじゃん、はい、でしかもそれって今 YouTube でもさ握り方とかさ切り方とかさみんな見れんじゃん映像で、はい、だって昔はさ魚を3枚におろしますとか分かんなかったじゃん、分かんなかったです、うん、だから親方に聞くしかないわけよ、はい、3枚におろすって何ですか、バカだろお前そんなことも分かんねえのかとか言われて怒られちゃうわけ、だから教えてもらえ、3枚におろすのすらどうやってやっていいのか分かんないわけ、フジテレビの買収より熱入ってるすげえ、じゃあそうです、もう分かりました、そうです、じゃあ俺も3枚おろします、俺はもうそうですわ、1ヶ月で寿司屋になれると思うだってこの部分は堀江さんのチャンネルで流れてるから確かにそうだわ、まあずっと言ってんだけど確かにこう、じゃだからこう、あでもね俺本当にそれ YouTube で変わった世界だと俺は思ってるから、はい、今までのみんなの常識ってのは変わってきてるんですよ、すっごい常識が変わってきてるからそれに対応しなきゃいけなくて、うん、それで独立リーグも作ったんだよ、あそうなんですね、そうだよ、だって今だってネット配信でやってらさ、はい、別にアベマ TV とかでやってたらさ、まあ、テレビ局で中継してるのと一緒じゃん、そうですね、うん、で球場も要はビールがうまきゃいいわけじゃん、うん、どっちかっていうと、はい、ビールと飯がうまい方が大事なわけよ、はい、さっきおっしゃってたもんね、だってさ高校野球だと面白いじゃん、面白いです、高校野球ってでも下手くそじゃんみんな、プロ野球に比べたら全然、はい、だけど面白いじゃん、はい、ドラマあるじゃん、はい、あれはトーナメント戦で負けたら終わりでね、1回しかもうできないから面白いんだけどさ、はい、そういう要素を入れてあげれば別に独立リーグだろうが NPB だろうが関係ないわけよ、なるほど、でも俺最終的にあれだよ、九州アジアリーグって言うんだけど、はい、台湾とか韓国巻き込んで、あそこででかいプロ野球リーグ作るからね、いやーすげえ、だって確かにね行き来全然できますもんね、うん、いやそっちの近いからね、だってさソフトバンクホークスなんかさ北海道まで行ってるからね、距離変わんないっすもんね、いや距離は近いよ、だってあそうなんですか、だって九州福岡からソウルなんかもう1時間ぐらいで行けるし、台湾も2時間ぐらいで行けるから、札幌なんか3時間ぐらいかかるからね、だからそう考えたら絶対あっちでやった方がいい、だからなんですね、で韓国とかさ台湾とかグローバル企業いっぱいいるからスポンサーが簡単に集まるわけ、はい、でそれ一緒になれば人口も同じぐらいいるし1億人ぐらいになるし、いやすごっ、そしたらさもう一躍、だってプロ野球なんてさ年俸なわけじゃん、はい、いい選手はさ高い年俸払ったらさ来てくれる、来ますね、そういう世界じゃん、だから別になんかリーグなんか関係ねえよって思ってる、それにもう一個ある、もうすぐ多分スポーツベッティングが始まりますから、なんすかそれ、あのカジノが始まる、そっかそっかそっか、確かに、うん、でそれは間違いない、今海外のカジオンラインカジノ会社が日本のスポーツにかけてるのよ、かけてるのは日本人なわけ、ほら
あの山口県の阿武町ってところでさ、はい、4000万円誤送金されてさ、はい、オンラインギャンブルでさ溶かした人いたじゃん。あいつだからその海外の合法カジノでオンラインギャンブルやってんだよ。へえ、最近多いっすもんね、うん、でそれはさ一回さ京都府警がさ、うん、捕まえたわけ、はい、日本で賭博をやるのはグレーみたいな感じですね。グレーみたいな感じになったんだけど、はい、3人捕まえて、はい、2人は罰金刑を認めて罰金払って終わったんだけど、1人は裁判しようとしたわけ、はい、そこ納得がいかねえっつって、うん、だから法律犯してないぞそしたら検察不起訴にしたからね。罰金払い損じゃんじゃん。うん、だからそう払い損なんだけど、はい、払った人はね。ただ戦った人は要は警察は捕まえたけど、はい、検察はこれは裁判持たねえなと思ったわけ。その要は白黒ついちゃうわけじゃん。確かに多分最高裁まで行くんだけど、はい、最高裁でこれ白黒つけたら法律の構成要件的に負けるって判断したんだよ。だから不起訴にしてもうないことにしたわけ。なるほど。グレーゾーンのように見せてるわけだけど、それに海外のオンラインギャンブル業者気づいて、うん、あ、日本人相手に商売しても大丈夫だって言ってああいう状況になってるわけで、もう日本でカジノ始まったら、はい、当然オンラインカジノもやった方がいいわけ、うん、なんでかっていうと、うん、合法化したら日本に税金入ってくるんじゃん。今海外に行ってくる、ね、もったいないですよね。そうだから国府が流出してるから、はい、そうなるよね。そしたらスポーツにもかけたいよねってなるじゃん。スポーツのねそれなんて一番盛り上がりますからね。でしかも今公営ギャンブル特別に認められてる公営競馬とか、うん、公営競輪とかそういうのボートレースとかね今オンラインでかけてんじゃんみんな。僕もやってます。アベマ TV とか見てやってるでしょ。やってますやってます。アベマの収益の今3分の1はオンラインギャンブルだから。知らなかった。そうなのよ。今だからアベマってあの広告だけじゃなくてサブスクもだからサブスク3分の1広告3分の1オンラインベッティング3分の1だから。そうなの。あなたの貴重なお金がアベマの収益になってる。しかも結構な額ですよ。返してもらわなかったあれ配信したらアベマに入ってくるの一部。そうなんですね。そうだから要はその野球をやっとくといいわけよ。そのオンラインギャンブル始まったら NPB だろうが独立リーグだろうが関係ないじゃん。関係ないっす。正直関係ないじゃん。おもろいところにギャンブルはかけに行きますもんね。そう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 。おい、ホリエモンのとこがやってんぞってなったらやっぱ来ますもんね。そう。そしたらそれだけですげえ収益上がるわけ。はい。そしたら年俸高くできるんじゃん。で、はい、いい選手取れるじゃん。いい選手取ったら人気出るじゃん。はい。どんどん好循環になるじゃんって思ってやってる。だからなんかさっきのなんかフジテレビの時とか一応全部考えてる。一応全部考えてこうなるだろうなと思ってやってる。そうそう。割とノリでやってる風に見えて、はい、そうでもないんですよっていう人なのいやすごい。なんか俺今日勉強になっちゃったら、なんかやっぱりもうちょっとねお時間の方もかなり押してるんで、あの僕がまとめさせてもらいますけど、はい、やっぱもっとね俺本当に堀江さんのパーソナルの部分を知りたくて。じゃあまたやりましょう。え、本当っすか。またやりましょう。だって面白そうなトピックまだ全然あるんですよ、この辺ね。 めちゃくちゃあるじゃん。デビューしてんだよ42歳で。こんなに振動でね、順風満帆で俺いたけどね、デビュー曲出したりね、それこそ和牛マフィアもそうだし、いろいろ。今度ミュージカルやりますんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でもこれニコニコで始まった企画なんだよ。堀江さん出るんですか。出ますよ。クリスマスキャロルってやるんで、ぜひ来てください。お、よく行きます。僕12月の7日から13日までやってます。必ず行かせていただきます。はい、はい、ということで、なんかやっぱりもうちょっとねお時間の方もかなり押してるんで、はい、もうちょっとね2時間ぶっ続けて僕なんてねちょっと聞き手に回っちゃって何もね僕のことをねあのアピールできなかったんですけど、やっぱとんでもないおじさんでした今日本当に堀江さんありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。